加藤幹事は、日本の政治家。自由民主党所属の衆議院議員、農林水産副大臣。自民党長崎県連会長、農林水産大臣政務官、長崎県議会議員、同議長などを歴任した。長崎県島原市出身。父親の加藤清則は株式会社ンん青の創業者で、長崎県議会議員を務めた。長崎県立島原高等学校。 日本大学理工学部卒業。1982年に長崎県議会議員に初当選、以降発揮務める。県議会議長、県連幹事長などを歴任した。2012年の第46回衆議院議員総選挙に自由、民主党公認で長崎2区から出馬。長崎2区を地盤としていた元衆議院議員、久間昭夫の元秘書である。 運前市長の奥村慎太郎が無所属で出馬して保守分裂選挙となったが奥村や民主党の川越高弘らを破り初当選した2014年の第47回衆議院議員総選挙で民主党の大久保清枝を比例復活も許さんの干渉で再選2015年農林水産大臣政務官に就任2017年の 第48回衆議院議員総選挙で希望の党の山口初ミノルラを破り参戦。2021年8月30日、健康上の問題を理由として、次期衆院選に出馬せず引退する意向を表明した。ありがとうございます。